か死か、食うか食われるか、相手を叩きのめすまで戦う格闘技。これが一撃必殺の技を求めて集まった男たちの集団、大塚剛とプロ空手の選手たちである。大塚剛38歳。昭和47年、プロ空手は大塚の手により九州に創立された。大塚の追い求めるものは史上最強の格闘技としての空手である。従来の型だけにとらわれたいわゆる寸止めの空手ではなく、動く標的を一撃で倒すことが彼の夢だ。命を懸けての戦いこそが自己を鍛錬する最良の道だ。周囲の人々の反対を押し切り、大塚は信念を貫いた。それがプロ空手の誕生であった。寸止めでは飽き足らず、リングで自分の力を試したい若者たちが次々に集まってきた。プロ空手は見せ物としてのスポーツではない。鍛錬を怠った者は廃人となってリングから去らねばならない。大根の先につけられた鈴が鳴り渡る。集中力の訓練である。一歩間違うと才が相手の顔面に食い込む可能性をはらんでいる。危険なトレーニングだ。最大限に試すためのトレーニングである。武闘家はどのような条件の下でも戦える能力を備えなければいけない。突きより引く力の方が何倍も難しい。それは脚力と腰の力を一層要求されるからだ。
大塚にとって手刀の訓練の格好の獲物が飛び込んできた。野生の獰猛なイノブタである。大塚のとどめの一撃に猪豚は息絶えた。お話を伺いしてください。紅さんがですね、はい、試合前にどんなことを考えるのか。